皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。先日タイに行ってきて、プーケットのお土産をたくさん買ってきましたので、今から開封してみたいと思います。プーケットはとってもカシューナッツが有名な産地というか場所みたいな感じなんですけど、まずこのカシューナッツ、プーケットはなんかカシューナッツの工場があるらしいんですよ。何味ですかね、それ。これなんかちょっとなんか ドリアンがついてるようなフルーツ。もしかするとドリアンとか。ドリアン。その横の黄色いの高いのカシューナッツの実なんですよ。カシューナッツ。フルーツかと思う。もともとこの形で実がなってるそうなんです。そういう形で、カシューナッツがどうやってなってるっていうか、あるのかわからない。普通のカシューナッツよ。はい、お味を。普通のカシューナッツよ。ドリアンじゃない。ドリアンじゃない。あ、じゃあなんでドリアンじゃない。ドリアンじゃない。普通のカシューナッツの味。めっちゃ普通。普通のカシューナッツの味。うん、美味しい。なんか甘みも別についてない。何にも味がついてない。全然これだけで甘い。うん、美味しい。うん、これも全然。でカシューナッツってすごい女性にいいらしいんですよね。女性にってどういう女性ホルモンが出るとか。お通じの改善が良かったりとか。お通じの改善、はい、あと美容効果とかもあるらしい。痛みとかがナッツがいいよね。ナッツはいいよね。はい、次のナッツが、ハチミツって書いてあるかな。ハチミツ、ちょっと味付けじゃない。なんか色がね、茶色っぽい。ハチミツの味が見ろ。なんかくっついてる。なんかカシューナッツ同士がくっついてる。さあ、あ、しっとりしてる。びっくりした。なんか違う。さっきのと違う。蜂蜜って書いてます。蜂蜜の味はしない。うん、なんだろう。まあ、なんかさっきのより。さっきのより。甘いよ。蜂蜜の味はそんなに甘くないし、でも1個目の方が美味しいですよ。1個目の方が美味しい。普通のカシューナッツって感じ。で、次が、これもなんかちょっとブツブツがついてる。どう見ても、これもまた絵はドリアンなんですよ。ドリアン、ね、これは本当にドリアンじゃないですか。ドリアンフレーバーではない。見た目もそんな感じ。あー、ドリアン臭がすごい。そうですか、まだそこまで甘くいってないけど。なんかね、ブツブツがついてる。ブツブツっていうか、なんだろう。臭い。なんか臭い。臭いって言ったらかよ、ドリアン好きの人に。なんか点々がついてて、果肉を絡めさせてるって感じ。おー、あー、ドリアン。こういうわけか。ドリアン、すごいドリアン。これ食べてなんか、いや、すごい。おお、これはあのドリアンの なんか果肉がしっかりついてる感じ。臭い。これはいつまでも口の中に飲める。ドリアン好きな人にはいいけど、これドリアン嫌いな人にはすごいなんか罰ゲームみたいな。前に食べたドリアンのドライフルーツに比べると、ドライフルーツよりも、ちょっとまろやか。アイスクリームにこのドリアンのこのなんかフレーバーみたいなのがよく使われてる。これが好きなんですよ。好きなんです。でも、あと癖になるな。癖になるのかもしれない。香りはいいかも。うん、今度これはドリアンじゃないけど、サキイカみたいな。これサキイカですね。サキイカというか、なんか、イカ干したのが、はい、まあ、あの南国というか海の近くだから結構いっぱい売ってて。なんかタイにイメージなかったな。サキ、ね、イカ食べるってあんまり。普通のサキイカのような。なんか一応味がバター味だし。バター味。普通のサキイカ。サキイカですよ。全然サキイカ。じゃ普通のサキイカ、うん。どこがバター、ね？バター入ってないよね。なんかパッケージにはバターって書いてあるんですけど。どこ？あ、それだ。どこに？ちょうどバター。バター。バターじゃないよね。バターの風味ですね。でも日本で売ってるのと変わらない。うん、普通のサキイカ。これ全然美味しい。うん。お土産でもらったら普通に嬉しい味。うん、嬉しい。うん。美味しい。なんかビールのおつまみって感じ。ビールのおつまみにはいい。それとこのカシューナッツ売り場にあった、なんかあのお得ですよ感がいっぱいあった、この3つ入ったやつ。3個セット。中には。3個セットでなんかいろいろフルーツの絵が写真がついてるけど、3種類入ってて、結構これ安かったから。
ってみましたけど、結構大量に入ってますね、ひまわりじゃない、あ、バナナだ、ひまわりみたいに見えるけど、モンキーバナナみたいな感じ。これはでもバナナチップス、よく見るバナナチップスだけど、今日本でも人気ですよね、バナナチップス。え、バナナチップス人気なの？人気です、はい。あ、普通のバナナチップ、なんかフライト揚げてある、揚げてあるのかな、なんだろう、うん、サクサク系、普通の、普通のバナナチップス、うん、で、こっちもバナナだけど、うん、なんかね、でもちょっと形がさっきの星が、うん、なんか薄切りみたいな、輪切りと縦切り、縦切りみたいな、なんかスライサーでこうスライサーで、あ、なんかくるんとなってる、お芋チップみたいな感じですね、これは。芋チップこんなになってる、なんかあのバナナをそのまま縦に切ったような感じ、うん、なんか臭い、あ、臭い、なんか油臭い感じだったね、あ、油臭い、俳優の顔、うん、俳優あのほら、うん、天ぷらを、天ぷらをあのそれは、うん、そうそうそう、あの揚げたの、残った油で、残った油で石鹸作る時の油臭いがする、本当に、本当にその香りがします、うん、なんでこれは、で後になんかちょっと塩っぽい味が、 塩でまぶしてあるから、油で揚げてるんでしょうね、その油の香りが、はい、油とバターって書いてある、そういう、そういう種類の油、うん、これはちょっと、これちょっと、ちょっと、ちょっとかなっていう感じ、臭い、やりこれドリアンよりきつい、なんかドリアンよりきつい、あきつい、これはココナッツ、どう前、ココナッツよね、前食べた、これ違うメーカーだけど、うん、前食べたのはすごく美味しかったけど、日本だと全然ココナッツチップとか聞きませんけど、タイだとよくあるんですよね、タイだとよく、なんか真っ白、真っ白、綺麗ちょっとさっきの味が消えないんですけど、美味しい、これは、うん、あとでココナッツの風味が出る感じ、うん、本当ですね、シンプルな感じ、シンプルな感じ、うん、まあ、お土産でもらったらもう私はこれが一番いいかな、うん、もう普通のカシューナッツ、うん、それが一番美味しい、でもこれ日本で買えるからね、お土産ってどうなんだろう、うん、でも日本で買うと高いけど、タイで買うと結構安い、うん、だから日本だとほんとちょっとしか入ってない、でこれね、あのスーパーであの買いに行ったら、スーパーにはそんなになくって、多分このプーケットの中に工場があるらしいんだけど、ないないって探したんだけど、帰りに空港に行ったらめっちゃカシューナッツ売ってましたやっぱお土産品として有名なんですね、お土産品としては有名なんだろうと思う、あの帰りのプーケットの空港でいろんな種類のカシューナッツが販売されてました。さあ、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、またコメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。またタイのプーケットの動画もたくさん作っていますので、ぜひそちらの方も見てくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。